田部さん、はい、カチンコお願いいたします。いきます。はい、はい、3、2、1、今日第12弾ロケということで、つまりさん、ありがとうございます。今年初めてです。はい、そうですね、2024は一発目のロケですからね。はい、今年も一つ皆さんよろしくお願いします。はい、あと気になるのが、年末年始、はい、テレビ見てたら、はい、かなり渡部さんに声が似た男が、はいはい、あ、地上波に出てたんですけど、はいはいはい、覆面かぶった彼ですよね、脱力タイムズのスタッフの、はい、よく知ってるんですけど、大変興奮してましたね、やっぱり。僕でもただ、もしかして渡部さんじゃないかなと思ったんですけど、私じゃないです、番組スタッフですから、覆面をかぶった番組スタッフ、はい、ただ僕らにも報告なかったので、うん、勝手にちょっと地上波行くつもりなのかなと思って、まあ、あれ渡部じゃないですか、何度も言いますけど、覆面をかぶったスタッフですから。じゃああれですか、はい、ああいう渡部さんの近しい人が地上波出たとなると、はい、渡部さんも地上波、声かかってますか。全くかかってないです。この悲しいツッコミさせないでください、2024はさせないでくださいよ。本当ですか。地上波声かかってないですが、そのためにいつ来てもいいように頑張るっていうモチベーションで今年も やっていけそうです、この番組。はい、渡部さん、はい、ちょっと今日実は特別編ということで。そうですね、僕の顔にあんまり不満顔がないの分かりますか、視聴者皆さん。ね、そうなんですよね、はい、今日やってきたの、はい、渡部さんどちらですか。世田谷区千歳烏山と。結構渡部さんと実は馴染みがある場所というか、はいはい、いや馴染みがあるどころか、今考えたら多分僕22か3から32か3まで全てもうお笑いの若手芸人時代、食えなかった時代はほぼここでしか住んでないと言われる町ですね。そしてやっぱ千歳烏山で聞くと、はい、やっぱり渡部さん結構芸人仲間さんとも、はい、まさにそのこそ脱力タイムスで僕のよく知り合いがお世話になった有田さんを筆頭に、はい、まあ、抜群の佐賀根さん、エアンタッチブルのザキヤマで、まあ私、あとは底抜けエアラインって言ってね、あの小坂大魔王の元相方の忍ってやつと、まあ、芸人さんがみんな本当にこの町に住んで、もう夜な夜な本当360日ぐらい遊んでた町なので、しかも烏山から出ずに普通に渋谷行こうぜとか、吉祥寺行こうぜもなく、この町でひたすら遊んでたんで、もう思い出だらけですね。なので今回はちょっと特別編として、渡部さんのちょっと埋もれた記録も、なるほど、掘り起こしながらっていうあれですね、僕の記憶に埋もれてるものを発掘していくってことですね。わかりました。プラス、もちろんグルメ番組なので、はい、千歳烏山というドメジャー駅ではないと思うんで、もちろんちょっとグルメも、これね、でもね、本当にね、当然僕が住んでたマンションもあるし、だから、はい、その辺のところもちょっと 見ながらいろいろ思い出に浸りながら美味しい店探したいなと思いますけど。で、渡部さん、今日のスタッフ、はい、先日、はい、無事に成人式を終えた AD 石坂が、遠いね、またお、すごいすごい、撮ってんのそれ、今回も撮影もするってこと。はい、そうなんだ、いやいや、よろしく、うん、ちょっとあれ回ってるか少し不安なんですけど大丈夫、回ってる、回ってます、 OKOKOK、 よかった。有田さんが千歳烏山に住んでいて、そこに僕が、あった、これだ、あったあったあった、これ調子だ、コインランドリーかなんかの後に洗濯物を持ってきましたね。もうほぼここに、全く仕事ない時代に来てたのがここです。渡部さん、あれ、アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組。ここで青春を共にした先輩がいろいろ尽力尽くしてくれるっていうのは、もう何事にも代え難い感動というか。アンジャッシュ渡部のロケハンは、お店を元気に、街を元気に、スマレジの提供でお送りします。今回はあれですか、奥様からのお土産はありますか。あれ毎回じゃないか、毎回おねだりしちゃダメよね。ほら、その言い方してるとうちの奥さんすごいケチみたいに見えちゃうじゃない。特別スペシャル一回一回お返しで、だから毎回じゃないよ、やめておねだりすんの。本当ですか、うん、ちょっと僕も AD バックというかカメラバック欲しいなと。いやいや、レディースだからあれは。お店を元気に、街を元気に、最高。渡部さん、はいはい、5時半です。9
暗いね。今日でも意外と終電遅いんじゃないの？でも今日は。今日は7時間半。うん、7時間半ね。まあいつもぐらいか。南口の特徴というか。ね、南口は当時はパチンコ屋が並んでたんです、何軒か。うん、でそこはもうみんなで朝10時からもう並んで、じゃあ今日渡部、今日明日崎山みたいな感じで毎日並んでパチンコしてましたね当時。で旧甲州街道って通りがあるんですよ。それが全部北口で、我々当時千歳烏山軍団って呼ばれてたんですけど、千歳烏山の芸人たちは旧甲州街道沿いで主に生活をしてね、だいぶあっち側ですね。ちなみにそもそも、はい、なんで千歳烏山に。これはねもうシンプルに有田さんが住んでたんですよ。そこに僕が遊ぶようになって、うん、で2人でも本当毎日遊んでたんですよ。有田さんの家にも転がり込んで、であまりに2人で遊んでやることないから、渡部もなんか事務所の後輩いないのみたいに言われて、はい、で俺唯一事務所の後輩になるかったのが山崎だったんで、山崎を連れてって、そこからほぼあの3人の共同生活が、でそのそばに抜群の相良さんがいてみたいな。で当時それこそボキャブラ天国って番組でみんな出れてたんですよ、なんとか。なのでライブシーンでも一緒だったしっていう感じですかね。お、ちょっと餃子を中、本気餃子、結構町中華っぽい感じかな、分かるいい店ですね。新しいお店ですか。新しそうですね、うん、餃子やったことないですね。餃子、そうですね、餃子は僕めちゃめちゃ好きですよ。はい、餃子行きたいな。餃子あったかな、ここですね、ここがね、はい、あらあら、これ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 、あ、名前違うな。ここで2軒ぐらい並んでたんですよ、パチンコ屋が。ここか、そっちもねパチンコだったんですよね。じゃあ学生時代にデビューした渡部さんからすると、うん、芸歴3年目ぐらいの町だったのが千歳烏山。ほんと3年というかもうね、ほんと1年2年目ぐらいからかな、まあほんと22位ぐらいからなんで。その時の有田さんとかってもう特別な すごかったですね。やっぱりあの2人と、まあ、当時上田さんももうなんかすでに出来上がってたし、有田さんも独特な感じじゃないですか。なので僕らは群を抜いて好きでしたね、やっぱり。はい、でも有田さんも有田さんのめちゃくちゃ食えてるってこと。いや全然です。だからワンルームの部屋に僕が転がり込んだ感じですよね、うん、だから決して裕福じゃないのに飯とかおごってもらってましたね、うん、ほら今思うとね、俺らより金持ってるから金持ってんだろうなと思ったけど、多分今考えたら全然ないはずですよね。でこの辺にね、はい、あれがあったんです、ペッパーランチがあったんですよ。あ、当時から。はい、で当時都内でも珍しくて、うん、俺も衝撃受けちゃって、ほんと冗談抜きで1日3回行ったことありますよ。本当にオープンして行って夕方ぐらい食べて夜また食べ行きたいっつって。だから今有田さんとか相良さんに突っ込まれるのは、うん、何が芸能界切ってのグルメ王だと、お前ペッパーランチこの世で一番うまいって1日3回食ってたじゃねえかって突っ込まれるぐらい行ってましたね。こっち行ってね、左側もちょっと店あんだよね、行ってみます。ちょっとせっかくなんで、こっちも確かそこ一本道があった気したんだよな。わあ、でももう全然変わってるな。あ、そうそうそう、この通りこの通り。うわ、これはあった気がするな。ファミリー、うわ、いや、ここあった気がするぞ。この辺はこんな感じだったな。あ、やっぱりそうだな、ないな。そこに、はい、ここね、あのリパークになってるところが、はい、あの夢庵っていうそこにあって、ここが一番のたまり場、夢庵集合っていうのがあって、今日夢庵集合ねっつって、夢庵の奥のボックシートに行くと誰かいるっていう、でここでみんな集まって、じゃあ今日何して遊ぼうかとか何食べに行こうかっていうね、その一番の集合地はそこの夢庵でしたね。なんかその当時、はい、売れることを夢見てた時代に、うん、このテレビ番組に出たいとかって。いやだからもうボキャブラブームがあって、そのちょっと上にいわゆる飛ぶ薬メンバー、今めちゃイケメンバー、うん、世代もそんなキャリアも変わんないナインティナインとかよいこさんが出てて、それとほぼ同世代で同い年がカイジャル水魚だったりネプチューンなんですよ。だからこっちは一方やテレビ出まくって大スターじゃないですか、こっちはまだ世に出てないんで、いやむちゃくちゃ悪口言ってましたやっぱね。で当時若手になれてるのは絶対俺たちの方が面白いなみたいな。結構その悶々とした、いやそうですね、そう電車の、ね、脇で懐かしい、絶対俺たちの方が面白いみたいな。 どうしましょうか。ちょっと最近のグルメ、あ、まあ、事情もちょっと 聞き込みとかもしてみます、ね、南口北口で、あ、こっちで、すちょっといいですか、ちょっといいですか、ちょっとすみません、こっちで、ちょっと一応美味しいご飯屋さんを探すロケをしてまして、烏山住んでる方に聞いてるんですけどね。お、なんてお店か分かります、
どっちですか、南口北口、あ、はい、南口、桜田、桜田炭火焼き、串焼き桜田、うん、ここ何が美味しいとかあります？あれだ、うん、ネギすごい乗ってる、ネギのセセリ、あ、セセリ、ネギがどっさり乗ったセセリ美味しそう、えーが美味しい、なるほど、もう結婚は決まってはいる、え、あ、来月おめでとうございます。ちょっと私事なんですけど、意外と今結婚式の営業で結構引っ張りだこですね。もし機会ありましたら、反面教師で行きますんで、盛り上がりそうです。地元の方です。あ、本当ですか。かちょっとそしたら狭山で美味しいご飯屋さん探してるんですけど、黒豚チントンっていう、黒豚チントン、いいですよ、これ北口、あ、これはしゃぶしゃぶ、豚串、何ですか、いろいろ、居酒屋さんみたいな感じ、そうです、そうです、でもどっちかというと北口ですかね、栄えてるのは、ご飯屋さんが多いな、多いのはあっちですよね、なるほど、ほら、あー、来た、うわー、懐かしい、うわー、どっから行きます、こっちの口だいぶ多いですね、ここですね、もうここです、我々青春のうちも松屋めちゃめちゃ行ってましたし、でね、あるかな、あそこもめっちゃステーキ食いしん坊ですね、ここもめちゃくちゃ行ったな、ここ、ここ2階、うわー、あ、え、待って、やってないの今日これ、そうか、え、あ、なんだこれ、スケルトンになってるこれ、潰れちゃった、あ、待って待って、ね、店長が出産立ち会いのため臨時休業おめでたい話でよかった、潰れてるかと思った、めちゃおめでたいじゃないですか、この辺が多分ガッとメインストリートとか飲食店の多い店ですよね、あ、ここもなんか懐かしい、なんだっけ、ここ何やったんだ、あ、本屋あった、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 これはありますね、本屋あったな、だから当時お笑い雑誌とかちょっと出てた時にみんなこう立ち読みして、めっちゃ自分たちがわ出てたとかをここで確認するっていうのは、へー、で、ある日なんか立ち読みしたら横にめちゃめちゃシャムシェードのボーカルにそっくりな人が立ち読みしててあ、めっちゃ似てるな、でもどうだろう本物かなと思ってパッて読んでる本見たらシャムシェードの記事だったんですよ、だったら本人だと思う俺らと同じ多分コッタブでここで見てたと思いますよ、やばいね、ちょっと店ちょっと入るモードじゃないなこれ、当時ここに何があったかモードになっちゃってるな今完全に、いや待てよ、どうしよう、どこ入る、どこ入る、ちょっと一軒挟み入ります、うん、なんか良さそうです、あ、ここは行ってたな俺、中華料理、ここ中華料理屋さん、いや、ここだな、はいはい、この先にね、本当によく行った蕎麦屋があったんですよそれこそ長寿庵とかいうね、ベタな名前なんですけど、この辺なんだよな、そこをね、ほんとさっきの夢庵集合パターンと長寿庵集合パターンあったんですよで、だいたい相良さんが今日長寿な、あ、終わりましたみたいな、チトカラ軍団のリーダーは坂根さん、有田さんが実質のリーダーなんですけど、先輩と年上が坂根さんなんですよ、はい、で坂根さんが全部お金出す係だったりもするんで、はい、坂根さんをちょっと我々偽の盾祭り方をしてる実験は有田さん、有田さんの言うことしか聞かないですけど、やっぱ坂根さんすごいですねっていう、あった、これだ、これ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 、あったあったあった、これ長寿庵、これだ、これ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 、うわ懐かしい、これは確実に言ってました、サインあんじゃないかな、俺らのないかな、ここめちゃめちゃ行ってました、うわでもなんか渡辺さん、行ってメニューも結構ある感じですか、行く、行ってみる、うん、あ、刺身あるね、いや、ちょっと行ってみましょうか、ちょめっちゃ程よく混んでて、はい、まあまあ年配のお客さんと店主さんって感じですね、うん、うわでもここはちょっといいですか、覗いていいですか、行きましょうか、ちょっと行ってみます、失礼します、すいません、うわ、どうだろう、どうですか、おー、来た、あー、危ない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 、お母様は全然、は、いや、知らない知らないって言ったけど奥の、はい、若旦那っぽい人が、うわ、久しぶりっすね、覚えてます、来てたら、もちろん覚えてますよって言ったんで、今、ちょっと程よくお客さんいらっしゃるんですけど、行きましょう、はい、行きましょうか、危ない危ない危ない、失礼します、すいません、あ、すいません、これ失礼します、ごめんなさい、うわー、か、懐かしいな、
いやちょっとマジでまずね席がもうここですよ。この隅っこでいて、あ、そう、そういうことあのいっぱい来るときは2席取ってみたいな。で一つはここで、来るまで待つというね。ここはもう集合場所みたいになってましたね。でね、多分そのそこにサインが当時飾ってあった、その上の格子のとこに、なるほど、網網のとこに置いてあったんだよな。もしかしてもう渡部さんのサイン下げられてる。いや僕だけじゃなくて連名でみんなのいわゆる全員の寄せ書きがあったんだよな。当時でもどういうもの頼んでたんですか、はい、当時は多分ね分かりやすく腹がいっぱいになるセットですよね。でやっぱりね俺は多分、ね、カレー丼のセットとかカレー南蛮となんとかとか、うん、カレーやたら食ってた気がしますね。じゃあちょっと長寿庵25年ぶりのビールいただきます。うまそう。いやーちょっと今日はいつもと違うな味が。懐かしい。なんかみんな仕事がとかライブとかオーディションの終わる時間がバラバラだったんで、はい、店を決めてそこで仕事。今考えるとめちゃくちゃタチの悪い客ですよ。オーナーしないのに長居するっていう、当時はそういう非常識さも分かってないしお店の人も怒んなかったから甘えてましたね。じゃあブリのあらすおろしに、はい、あとカレー丼のあったかいそばでもいいですか、セットで。カレー丼セット、はい、あったかいそばでもいいですか、はい、いやー嬉しいな。ここもリアルにめちゃくちゃ来てましたね。まだあった行ってる店が。いやでも当時はあれなんですよ、あのね消費者金融大全盛時代何の担保もない若手芸人にお金をジャカジャカ貸してくれた時代なんですよね、でこれって今でいう当然グレー金利なんですけど年利 29% とかでも行けば何にもなしても貸してくれる時代だからみんなもやっぱ借りちゃうじゃないですか、うん、だからもうみんな財布には消費者金融のだいたい大手メーカー当時テレビ CM やってたような大手メーカーのカードが全部入ってるっていう、はいはい、で後にこれを返すんですよ。やっぱこれがねまた嬉しくてこう儀式があって、じゃあ今日返しましたみたいな言ったらハサミ持ってこう1枚ずつカードいわゆるそのカード切っていやー頑張ったねみたいなね、そういう儀式がね。おお来たわ。いやーうまそう。当時はこんなサイドメニュー食べれなかったけどね。いやーなんか見てこのブリの大きさ。いただきます。うんうんこのねブリのこれ見方はちょっと甘辛のしっかりめなんだけどおろしでさっぱりする感じですね。すごい。うん。来ました。うわ懐かしいこの感じ。うわこれこれこれよ。もうこのもうほらなんかわかります、このなんかこのいわゆるちょっとねっとり感したいわゆる蕎麦屋のカレーだよね。いやー25年ぶりぐらいかな、この感じですよ。本当に懐かしい。うわーいやーじゃあ懐かしい。いただきます。うん、これうんザ・蕎麦屋のカレー、もうだしガンの感じだね。うんこれだよね。これめちゃくちゃうまい。ちょっと甘めのおだしとでカレー、この粘り感わかります？多分これねひっくり返してもカレー垂れないと思いますよこれ本当にそのぐらい。いや本当にこのなんかこのわかりますこの感じ、これなんですよやっぱね。ちょっとやっぱとろみ多めの系のこの蕎麦屋の丼、これなんですよやっぱ。まあ、独自のジャンルですよね。これカレーではないですもはやね。蕎麦屋のカレーは別ジャンルのもの、違う食べ物。うん、この蕎麦屋のカレーって他で食えないじゃないですか。カレー屋で食えないじゃないですか。蕎麦屋でしか食べれないですか。だからいや意外とここでしか食べれないんで僕は結構いいですね。うん。うんうんうん。うん。町そば、本当に町そば、うん、美味しい、うん、濃いめのね、ちょっと醤油濃いめのこの町そばの感じ、ああうまい、こわなんかほら、見てください、これ長寿庵ってすごいじゃないですか、この系譜が、で大きく3つ、4つあってで、なんか
江戸前御三家って、はい、ヤブ、サラシナ、砂場ってよく聞くじゃないですか。これ御三家って言われてます。この御三家より長寿庵の方が店舗数多いんですよ。だから江戸御三家って言われてるものよりも店舗数で言うと多分長寿庵が一番多いっていう歴史のある名前だと思って入っても間違いない、うんうん、そうですね、はい、昔からある証拠ですよね。いつかすいません、ありがとうございます。じゃ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 ご無沙汰してます。え、当時は、え、でもに、だんだん2代目、分からない2代目、あ、え、今2代目おいくつですか。ほんとね、今年50歳。あ、じゃあほんと同世代。同じぐらいです。ってことは当時20代でもう働いてた。そうですね、いましたね。うわぁ、ご無沙汰してます。来てましたよね、僕らしょっちゅうね。ね、はい、アイザ君とか、はいはいはい、いらっしゃってましたね。そうですよね、なんか僕ら蕎麦いっぱいとかで長居してましたよね、ここでね。ほんとに失礼しました。そうですね、あの時、5、6年ぐらい、5、6年、あの山崎とか坂根さんとか、はい、僕もいて、はい、いつもあれですね、あのコインランドリーかなんかの後に洗濯物を持ってきました。そうだ、みんなこの辺の帰りにも洗濯物を洗濯物を持ってそうです、そのイメージがあります。失礼しました。そのイメージ、その辺のコインランドリーに実はそうね、帰りに連れてたんですよ。そうでしたね。あの後、一応みんな一気にテレビ出たじゃない。そうですね、ちょっとなんか、あ、あいつらだみたいなありました。応援しましたよ。あ、本当っすか、はい、いやー、嬉しいです、本当に。いやー、最高。懐かしい、変わってない、何にも。へー、うん、こんにちは。で、サウナ見つかったと聞きました。はい、そうなんですよ。この間出した時に、これですか、絶対ありますってことで、なんかサウナ。こっち行きます。いよいよもう青春ストリートですよ、はい、僕の。青春ストリート。ここ、うわー、この辺も、あ、うわー、ここは知らないけど、あ、なんだ、やったような気もするし、あ、若竹はあったね、当時も。あったあった。焼き鳥あったなー、ここ。うん。ちょっと待って、お、何何何。知らない店あるよ。え、餃子？うわ、しかもあれだ。神戸餃子だ。神戸餃子って知ってます？わ、全然わかんないです。神戸餃子は味噌で食べるんですよ。味噌だれ。あ、ここ、この感じです。この感じです。この感じ。この、はあ、これは当時かな？いやいや、これはないですけど。あ、すいません。すいません、なんでしょうか？あ、ごめんなさい。すいません。あ、あれ？あ、ちょっと中行ってお話伺ってもいいですか？はい。いいですか？え、大丈夫ですか？当時はないです、この店。ただ、神戸餃子の店もないですけど、うん、でも比較的ゆったりしてるから。じゃあとりあえず1カメだけで待ってみましょう。いや、ちょっと交渉だけいいですか。あ、そうですね、うん、ちょっと焦んないで。すいません、お邪魔します。あ、すいません、急に。いや、ちょっとすごい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 わ。もう完全に OK の顔してません。いや、OK なんだけど、ちょっとすごい。え、ルーツがまず、うん、そもそも創業2000年、だから俺多分ギリギリ被ってるぐらい。あ、被ってる。で、しかもここじゃない場所だったっつって。あ、そう。で、一番最初八王子スタート。え、僕の地元の。だから八王子から烏山に来たって、もう全く渡部と同じルーツのお店で、ギリギリ僕がいた時代もまだやってたっていうことで。これはご縁じゃないですか。ご縁、行きましょう。行きますか。うまそう、すごい。どうします、行きますか。いや、行くでしょう。これスルーできないわ。テレビは失格だよ。この店スルーしたらずっと行くよ、ここで。すいません、失礼します。嬉しい。あ、すいません。奥でどこがいいですかね。カウンターだけ。カウンターでもいいのかな。ほら、やっぱそうだ。神戸元町の人気店の餃子を、サラリーマン時代の上司が経営してたと。なるほどね。あ、この2人だ。この何の雑誌か分かんないけど、にじ利用しましょう。ちょっとすいません。何の雑誌か分かんないけど、すいません、お借りします。すいません、注文よろしいですか。じゃあ、札幌瓶ビール2本、グラス3つと、あと焼き餃子5人前、水餃子をじゃあ3人前いただいてもいいですか。神戸の餃子は、そうなんですよ。あの、小ぶりで味噌だれっていう、あるんですよ、発祥の店が、あの、いわゆる神戸の元町に。もうちょっと忙しそうなんで、もう他の雑誌の切り抜きからいきますね。なんと現地リサーチを、はい、うまさの秘訣、オーダー後に包んでますね。これすごいこと。これはなかなかできない。作り置きしてないっていうね、これがすごい。まあ、いい餃子を見抜く点は、そうですね、オーダー後に包む、つまりフレッシュな状態で焼くってことで、やっぱどうしてもあんにが水分出ちゃったりとか、作り置きしておくと。なので
いい店が多いですね。あんを冷蔵庫に入れておくっていうのはすごくいいんですよ。これはこれって自宅でもそうなんですけど、いわゆるね、油が固まるんですよ。だから包みやすいんですよね。だからご自宅でも餃子作る前のあんは1回30分ぐらい冷蔵庫に入れた方が、あの調味料も馴染むし油も固まるんで、こうまとまりやすいっていう。さすがその家庭餃子のグルメうんちくまで。いやいや、もうどうせ出てんでしょ、この辺に変な口座みたいな公園みたいな。餃子はもうなんかこれなんか結構当たり前ですけど、いわゆる焼き餃子は本場にないっていう。もともと中国は水餃子、餃子といえば水餃子、日本が独自のメニューっていうのは焼き餃子っていう。あ、そうなんですか。そうです。え、焼き餃子って日本独自のメニューなんですか。よくなんか中国料理と中華料理の違いってわかります？中国料理と中華料理ってあるじゃん、日本に。これがこの、まあ、今の話なんですけど、中国料理っていうのは中国の料理をそのまま出してるお店で、中華料理っていうのは中国にあるメニューを日本人向けに出してるお店なんですよ。でもまさに今で言うと、水餃子を焼き餃子にしたら中華料理なんですよ。つまりに本場にないんだけど日本人に合わせたっていうのが中華料理なんですよ。で、餃子は普通に最初に焼き餃子醤油ライスがいいって好きな人が作ったものなんですよ。で、これ味噌も全くそうで、これ神戸の元祖餃子園って方の店主が満州で餃子を習ってくるんだけど、ただただこの人が味噌が好きだっただけなんですよ。味噌好きで、で味噌で食べようっていうのが一気に神戸に広がって、この神戸餃子イコール味噌だれってなったんですよ。だから神戸のお店は、ラー油とか置いてないです。下手したら醤油も置いてないです。味噌だれだけっていう店も多いです。だからこの小ぶりで味噌につけるってなんとなくルールになってますけど、ただただ個人の一人の人の好みなんですよ。そう、最初に持ってきた人がちっちゃい餃子の方がいいな、味噌の方が好きだな、なんですよ。それが定着したっていう。なんかでも本当渡部さんの昔のグルメ王と呼ばれる前の話、はい、僕、まあ、テレビで見たんですけど、はい、有吉さんやっぱ、はい、あの目指しばっか食べてた。いや、あれは嘘です。あいつ嘘ですよ。あの床に落ちたしめ鯖食ったっていうのは全部嘘ですから。え、本当ですか。なんでみんなあんな有吉を信用するんですか。もともとめちゃめちゃホラ吹きですからね。紅白のね、そうだから、そうなっちゃって、そうなっちゃうんですよ、怖いよ。片やスキャンダル起こして、片や紅白だって、あっちが真実になっちゃうのかなって。どっかないよ。これはもう本当に法治国家の闇ですよ、これ。本当に怖い、怖い、怖い、本当に怖い。紅白とか見られました。もちろん今年で全部見ましたね。で、フミヤさんはフミヤさんで、ね、ちょっと飲み友達とか飲み仲間というか。あ、そうなんですか。近所の居酒屋でしょっちゅう会うし、昔からフミヤさんもすごいご飯好きなんで、よく聞いてくださってたんです、はい、なのでちょっとそれもグッときましたね。フミヤさんも僕が騒動受けて連絡先が分かんなくなって、たまたま入った居酒屋であってなって、藤井フミヤ何したと思います、僕に。普通だと、お元気かとか、はい、大丈夫かとかじゃないですか。黙ってハグです。スターですね。スター、とろけました、私。そう、いいですね。そう、だからまあそのフミヤさんとね、やっぱ有吉が歌ってる、僕的にはもうすごく、はい、じゃあもう紅白の司会有吉さん、はい、フミヤさんね、で歌うフミヤさん歌って、渡部さん、地上復帰、紅白ありえますか。ありえるわけないでしょ。これ悲しいツッコミさせないでください。悲しいツッコミをさせれない、いつも。うわ、来た、やったー。これ水餃子と焼き餃子って包み方やっぱ違います。あ、同じ同じ、なるほど。皮の厚みがちょっと水餃子が厚め、さすが、なるほどね。ここですよ、こだわりは。あ、今何聞いたの。これはね、名店は焼き餃子はと水餃子を包み方もしくは生地を変えるっていうのは、これもポイントなんですよ、はい、一個なんで包み方変えたかっていうと、水餃子はひだを作らない店が多いんですよ。これなんでわかります？水餃子ってつるっと食べるじゃん、口当たりなんですよ。だからひだが当たらない方がいいですよね。でもう一個、一人水餃子の方が皮を楽しみたいんですよ。だから厚めにしてるって。だから包み方一緒だけど皮を厚めにしてるっていうのはやっぱこだわりありますからね、やっぱね。いただきますね、じゃあ。いくよ、水餃子一個。はい、うわー、美味しそう。湯気があるね、すごい。もういただきます。うん、うん、皮が確かにつるもちですね。皮がつるもちで、でも中の野菜の食感すっごい残ってるんですよ。だからつる感でもちなんだけど、やっぱり野菜のザクがあるんですっごい美味しい。これって多分パッとビジュアルで言うとブヨブヨした感じじゃないですか。でブヨブヨしたのをイメージするじゃないですか。中の具材の食感もすごい残ってるんで、これ美味しいです。
来た、うわー、来た、これが5人前。いやーすごい。あ、ちょっとイメージより結構大きいな。うわー、いい色かー。ちょっと味噌、味噌たっぷりさ、あ、うまそう。わー、うまい。めちゃくちゃ、いや、これタレがいいね、やっぱり。もう餃子の、ね、焼き方完璧です。本当にここの表面だけ、薄い部分だけカリッカリになってる感じで、こっちの部分はいわゆるもちっとしてて、このお味噌がね、ほんと秀逸、うん、ちょっと辛みがあって、酸味もあって、でいわゆるさ、ちゃんと真面目にお出汁取ってる感じもするんで、このタレがめちゃくちゃうまい。うん、餃子の焼き方はこれもちょっと生意気だけど100点じゃないこれ。わかります、このこのグラデーション、うん、見事これはプロの技だな。すごい、これすごいよ。ジャブ漬けするね、もうここは、はい、たっぷり、うん、うんうんうん、あ、これは皆さん2個食べるとき表食い裏食いした方がいいですね、これ。え、なんすか、はい、なんですか、それ初めて。はい、これあの、はい、まずは焼き麺をベロ側にゆっくりスピーキさを楽しんでください。2個目は逆に逆ですね、あの進むを下に乗せてちょっと餅を楽しむと全然味変わりますから、これ、はい、これ表食い裏食いです餃子に表裏があるんです。いや、これだってどう考えても違う。お寿司で例えると分かりやすいですから、シャリで食うかネタで食うか全然味変わるじゃないですか。これをすべきなんですよ、絶対。あの2個以上食べるものは全然イメージ変わるんで。審査員いく、うん、じゃあ俺これ、じゃあ審査員行こうよ。もうちょっと待ちを、今日もう1軒目食べてないもんね、うん、カメラマンなのにカメラ全く意識してないでしょうねちょっと顔上げるってことですね。マジ引き返ります、引き返りますうまいよね。うまい。高橋さん、ちょっと。初登場の。初登場。似合う、高橋さん似合う餃子。どうですか、お味は。美味しいです。美味しい。うまい。あ、すごく、もうお酒飲めんのじゃ。はい。飲んだ。飲んだ。はい。これで全て分かれお前みたいな言わなきゃダメよ。美味しいです。美味しいね、はい、一回高橋さんが僕嬉しい報告を言ってましたよ、はいはい、それ渡部さんのご報告いただけます。あの、スマレジのやりたいです、はい、あの検討してますってお問い合わせを、はい、あのいっぱいいただくんですけど、本当ですか。その中で、はい、あのスマレジ何で知ったんですか、うん、渡部さんの YouTube。 うわ、ありがたいな、ありがとうございます飲食店はじめ、いわゆる、お店やられる方、ぜひぜひご導入を。そしてその際に、このチャンネルを見てご導入導入を決めたと言っていただけると最高ですね。もう散歩用紙ですね、これね、みんなもう。どれくらいですか。はい、7160円。ちなみにお会計は 何が使えたりしますか。現金。なるほど、わかりました。古い店で。いいえ、ちょっと腕が鳴りますね、現金のみのお店。これはあとつまりチャンスですか。チャンスです。これはもうどうですか、この繁盛店で人手のない中のこの会計の煩わしさ。現金会計大変大変だと思うんで、あのいわゆるポスレジ、iPad レジのiPad にアプリ落とすだけでこの手間全部なくなりますんで、はい、ぜひご検討ください。渡しておきます。すいません、失礼します。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お店を元気に。ちょっとダメ元で一回言ってます、ね、はい、あの以前4階に住んでたあのお笑い芸人のものなんですけれども、いや、あの違う人って違うとかちょっとうまっ、うわっ、濃厚、うん、このマンションです、光栄です。ちょっと待ってください嘘でしょ渡部さん、あれ、あれ、泣くな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 、泣かしてないよ、俺だ
アンジャッシュ渡部のロケ班はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。